回はセリアで購入したニューエンジェルコットン、こちらを使って、まあ、ショール、首に巻いたりするのを作っていこうかなと思ってます。でこちらがカラーナンバー1番綿 100%、 25g、 65m 入ってます。でかぎ針が3号から4号ですね。でこういったものを使っていきます。でこういう風にして、これは中から取れるんだと思うんですよね。こういう風に折って取って、まあ、中から取れる、これで、まあ、7号でゆったり編んでいこうかなと思います。で花柄、簡単に編める花柄、これで、まあ、編んだらめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って、こういうオフホワイトな感じ、これでちょっと鎖編みで幅を決めていこうかなと思います。だいたいこれぐらい、何センチぐらいかな、まあ、大体なんで、まあ、いつも結構遅れてくるんですけど、まあ、14センチぐらいあればいけるかなと思って、で幅を決めて長さをずっと編んでいくっていう感じで進めていこうかなと思います。ではね、鎖編みでこういう風にして鎖編みを作って、で何目しましたっていう感じで、ここでグッと締めて1、2、3、4、5っていう感じでゆったり編んでいこうと思います。はい、こんな感じで今回は鎖編みを22目編んできました。でここからプラス1で鎖編みをして、でここで立ち上がりを1、2、3します。で糸をかけて、この今押さえてるプラス1の裏山、ここに針を入れて、で長編み、長編みは2つかけて2つかける、で糸をかけて同じ目に中長編み、中長編みは3本あるうちの全部引き抜いて中長編み、でまた糸をかけて1つ飛ばして、次の目に針を入れて引き抜いて3本のこの左側を2本拾って、また2本拾う、で糸をかけて同じところに中長編みを入れます。中長編みは3本同時に引き抜きます。この繰り返しをずっと1段編んでいきます。裏山を1つ飛ばして、次に長編みで糸をかけて同じところに中長編み、糸をかけて1つ飛ばして、次裏山を長編みで取って、糸をかけて中長編み、この繰り返しをずっと最後まで入れていきます。はい、こういった感じで長編み、中長編み、一つ飛ばして、長編み、中長編みの繰り返しを最後まで編んできました。で、ほんで、ね、長編み、中長編みしたところです。で、糸をかけて一つ飛ばして、一番最後ここに針を入れて長編みで、糸をかけて最後の中長編みのところで、まあ、この糸はね、巻き込んで編んでいこうかなと思います。こう糸を引いて、ここで巻き込んで糸を止めていこうかなと思います。でここでね、立ち上がりを1、2、3して裏返しにします。で糸をかけて、ここは中長編み一番最後で終わったんで、その次長編みの頭、ここに針を入れて、まあ、こういうところで巻き込んで編んでいこうかなと思っています。巻き込んで長編みでちょっとこう上げますね、糸を。でここ2つをかけて長編み、なので長編みを裏から見て、長編みの頭に針を入れて長編み入れてますね。長編みに長編み入れて、で次は同じように中長編みを入れていきます。3本かかってる状態で一度に引き抜きます。でここでまた巻き込んで編もうかなと思って、で糸をかけて、次前段の中長編みの頭ではなくて長編みの頭、ちょっと左気味ですね、ここに針を入れて長編み、でこういうところでまた巻き込めるかなと思って、こうやって挟んで糸始末ここでしていきますね。でまたこういう風にね、かけれるかなと思って
この中に挟んで糸をかけて同じところに中長編み。でまたこういう風にして次は糸をかけて前段の中長編みの頭ではなくて長編みの頭。やはり一つずつ開けていっていることになりますね。ここもあのバッグでこの柄編みをしてたんですけど、こうやってね平らに編んでいても可愛いかなと思って、でこういう風にしてね長編みを入れて、で次はまあここも巻き込みますね。糸をかけて中長編み、まあ、結構ねこの糸でずっと編んでいくのは果てしないんですけど、めちゃくちゃ可愛くなりそうなんで白でこうやってね編んでいこうかなと思います。長編みしてで糸をかけて中長編み、糸をかけて長編み、糸をかけて中長編み、この繰り返しをずっと最後まで編んでいきます。はい、こういった感じで最後の方まで編んできました。で今長編み中長編みを入れたところです。で一番最後もここに中長編みと長編みが一番最後にあるんですね。なので糸をかけて中長編みの頭ではなくて長編みの頭、ここに針を入れて2本かけてますね。ここで長編みして糸をかけて同じところで中長編みで終わります。それでこんな感じになります。めっちゃ可愛いですね。これでずっと長さを出していこうかなと思ってます。で立ち上がり編む時は 1,2,3 鎖編みを編んで裏返しにします。で糸をかけてまた長編みの頭、ここはね中長編みですよね。なので長編みの頭に針を入れて長編みで糸をかけて同じところに中長編み、この繰り返しをずっと編んで長さを出していこうかなと思います。まあ何玉いるかわからないんですけど、今のところ2玉用意していて、だからねなくなったら買い足しに行くっていう感じで最近してます。糸がね余っちゃったら糸がかわいそうなので、使いたい時に使いたい分、まあない時もあるんですけどね、店頭に行って、あこういう感じでやってます最近。これでずっとこういう風に編んでいくとめっちゃ可愛くなりそう。あバッグで編んでいた時とまた雰囲気が変わってきますね。これでねずっと長さを出していきます。はい、こんな感じで編んできてました。一玉でだいぶ編めましたね。もうちょっと編めないのかなと思ったんですけど、結構思った以上に編めました。でここでねつなげていこうかなと思って、まあ今回は2玉しか買ってないんで、まあねここでちょっと1回終わりにしようかなと思うんですけど、あとはもう伸ばしていくだけなので、まあ途中でね色を変えても可愛いかなと思うんですけど、だからねこの色がないから途中でね他のコットン糸のあのピンクとかあったんで、まあそれをね入れたりとかしてこの白を伸ばしていこうかなと思ってたんですけど、でもやっぱりね真っ白って可愛いなと思って、真っ白っていうかねこのオフホワイトって感じですよね。でねちょっと糸を足していきたいんですけど、こっちに糸があるんですね、この巻き込んできた糸で、これを合わせていきたいので糸をこっちにこっちってねこの糸をある方に合わせてつなげていくんですけど、糸をかけて長編みの頭に針をかけて、まあこれぐらい余ってるといいかなと思うので、ここで手前に糸を当てて、でつなげていく糸も同じぐらいの長さこうやって当てときますね。で親指で持ち直したりしてこの一番最後のところこういうふうに引っ掛けて長編みを完成させます。でこの2本がブラーンってなってるので、この針にかけた糸とこの引いてる糸の間に挟んで糸をかけて同じところに中長編みをするところでちょっと巻き込んでいこうかなと思います。でやっぱりねこの2本一緒に巻き込んでいってもいいと思うんですけど、ちょっとね糸が響いていくかなと思うので、まあ、1本ずつ
まあ、もうちょっとここは留めとこうかなと思ったらこうやって留めて糸をかけて次のとこ長編みのところで1本を巻き込もうかなっていう感じで、まあ、その時々でいろいろこういう風に綺麗に入るようなところで巻き込んで編んでいってます。でこうまたかけて糸をかけて長編み、こんな感じでずっとこう糸がある限り巻き込んで編んでいこうかなと思います。ではね、ずっと続けて編んで2玉でこれぐらいできましたっていう感じで、まあ1玉でこれぐらいなので単純にあと倍だと思うんですけど、まあ、そこで全体をお見せして終わりにしようかなと思います。また続きはこの糸を、まあ、あと何玉ぐらいいるかなっていうのを計算して買いに行ってでできましたみたいなのでご紹介しようかなと思います。では続き編んでいきます。はい、こんな感じでもう1玉つけてきて2玉分編めました。でこれでちょっとまたサイズを測っていこうかなと思います。こうして、まあ、大体にはなるんですけどちょっと伸ばしてたりとかもするかもしれないですけど、まあさっきの倍ですね。69センチぐらいですね。でこの幅が大体 13.5 です。何か参考にしていただければと思います。まあ同じ色にしてよかったですね。まあボーダーにしていっても可愛いと思うし、こんな感じで可愛く作れるので、まあ、もうちょっとこう太く太い糸で作っても可愛いですね。引き揃えとか、まあ今回は全部一色で編んでいこうかなと思うので、まあ、そうですね、あと倍ぐらいはいるのかなと思うので2玉と、まあ、予備で、まあ、3玉購入してこようかなと思いますね。でそれもなんかその足していく分をこうメモしといて、まあ、まとめてこれだったら3個っていう感じで書いて、でそういう風に買いに行くものがまとまったら買いに行くんで、まあすぐ動画としては上がらないと思うんですけど、まあ同じですね、このままずっと 長く編んでいくだけなので、まあ次の動画もよかったら見てみてください。どちらにはなるんですけど、まあ2玉でこれぐらいの長さができますっていうことで、まあここの幅とかもね好みになると思うので、ご自分の好みに合わせて作っていただければなと思います。こんな感じで可愛いのでぜひ編んでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。